ユミの You and Me。 私が江東ワイドスクエアのキャスターになってもうすぐ1年、改めて江東区について学ぼうということで、今回は中川船番所資料館にやってきました。中川船番所資料館は江戸時代に設置されていた中川船番所を再現し、水運や江東区の歴史に関する資料を展示しているなど、区民の歴史や文化に対する知的欲求に応えるために設置された施設です。今回は昭和の人々の暮らしぶりや江東区とエネルギーについてご紹介します。こちらに入ってきて、なんだか少しタイムスリップしたような感じがするものがたくさん見られるんですけれども、このフロアの展示はどういったものなんですか？はい、ここはですね、昭和の、冬の暮らしにテーマを当てまして、はい、当時の、実際使われていた生活用品ですね、を通して、昭和の時代をご紹介しています。昭和の時代はそれ以前の時代の生活を継承してきた側面と、現代の生活様式につながる転換期という側面、両方の側面を持っていました。こちらは昭和40年代の一般家庭を再現したもの。これはお布団なんですかね？そうですね、今はあんまり見かけなくなってしまいましたが、貝巻きと言いまして、こう、はい、袖のついた着物の形の暖かい布団です。あ、これ欲しいですね。私結構冷えちゃうのでそうですね、いろいろこう暖かい工夫がされてます。昔懐かしい生活用品というのはもちろんですが、昭和以前から広く使われていた木炭で温まる火鉢に代わって登場した電気火鉢など、生活用品からエネルギー革命ともいえる転換を見て取れます。こちらはエネルギー革命とありますが、昔からの継承と転換っていうのはまさにこの辺かなとは思うんですけれども、このあたりはどういったものがあるんですか？はい、ここはですね、江戸時代から使われていた燃料ですね。もう昔ながらの燃料、日々の暮らしに欠かせない暖かさや明るさなどを生むためのエネルギーは、木や油を燃やすことから始まりました。明治時代にガスや電気が日本に入りましたが、配管など一般の家庭に広く普及するまでには時間がかかったそうです。実はですね、江東区は新しいエネルギーとして誕生しましたガスと電気、はい、を作るエネルギーの街でもあったということで、家庭用の燃料や電気だけではなく、当時江東区にたくさんありました大規模な工場に供給する目的もあった関係で、大きな電気やガスの工場があった街です。明治時代は小名木川の水運を生かして深川や砂町にガスの製造所が作られ、工場などに広く供給していました。そして昭和40年は都内のガス消費量の 60% を東京ガス豊洲工場が製造していたそうです。また電気に関しても、昭和29年に豊洲に新東京火力発電所が日本最大の火力発電所として着工するなど、昭和の時代を通して江東区は都内のエネルギー供給に貢献していました。また今では見かけることが少なくなったマッチ、日本最初のマッチ製造工場といわれる新水車は本所柳原、現在の墨田区江東橋1丁目に清水誠によって設立されました。亀戸天神社には国産マッチ創始者清水誠を顕彰する石碑があります。また昭和の子どもたちの生活の様子が垣間見える展示も見ることができました。めんこにかるた、これを見て懐かしいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ちらは田中俊夫君日記って書いてあるんですけれども、田中さんってどなたなんですか？大正14年に深川の材木問屋に生まれた男の子なんですね。まあ、時代で言いますと昭和8、9、10年の3年間の子供時代の日記。小学5年生の1月の日記ですね。暖かで大変良い天気で、たこ揚げをしたりとか、あと夜お隣のお兄さんとかが来て、ね、お店の人と百人一首をして実に賑やかでしたっていう、なんかもう目に浮かびますよね、この光景が。学校の様子ですとか、本当にそれがもう生き生きと丁寧に綴られてますので、そういう意味でも本当にとても貴重な資料だと思います。 You and me、 江東区の昔のことも学べましたし、また当時の暮らしの様子も見ることができて、なんとなくこう身近に感じたりすることができたなって思いました。まあ、いろいろその方の発見ですよね、につながっていただく、こう何かきっかけになっていただけるととても嬉しいです。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。